三菱の懐かしの大衆車ブランドコルトが復活しました。三菱とダイムラークライスラーの提携から生まれた新型コルトは、日本とドイツの車作りの真面目さを組み込み、激戦を繰り広げるコンパクトカー市場へ満を持して投入されます。コンパクトカーに求められるものを全て具現化したという新生コルト。今回は日独真面目な車の実力を探ります。新車情報でございます。私は三本隆彦です。野中美里です。今日紹介する車は三菱コルトです。さて、この車を一言で例えると？3倍真面目に作った車。真面目コルトですからね。そうね、はい。コマーシャルでそのフレーズが随分印象に残りますね。そうでね、僕はシャツも一緒に売るのかなと思ったのが初めあのシャツのタックに真面目っていうのがあったでしょ、はい、だからアパレルもやるのかと思ったんですよ。そうではなかったですね、うん、でもね、アパレル会社もね、社内企業であるの。あ、だからうん、で今度真面目ジャケットっての出るかもしれない面白いかもしれないですね、うん、このコルトという名前は随分歴史がある。もう随分古く、私がね新聞社入った頃ですから、昭和30年頃にはねコルトという車がありましてね、三菱って不思議な会社でね、名古屋の製作所で作る車とそれから水島といってね、はい、あれは広島かなにある会社、岡山の会社で作ったものとね、デザインもエンジンもサスペンション足回りの仕掛けも全然違うものを作ってたんです、ただね、3気筒の私が持っていたのは 800cc のコルトだったんですが、はい、これはね 800cc のエンジンで、ラジエーターが普通前についてるでしょ、はい、これ後ろについてるという不思議な車でしたよ。でそれも随分ラリーで使ったんですが、その後コルトはだんだん育っていって、はい、随分大きいもので作るようになりましたね、はい、ギャランもコルトという名前がついてましたよ。そうですね、はい、ではコルト、この後じっくりご紹介します。三菱のコルトです。真面目にコルトというキャッチフレーズで、デビューした、小型車です。まあこの種の小型車、としては、このサイズでは日本のメーカーの中では最終的な、モデルです。でそれだけになかなかよくできています。試作車の時に乗った時は
まだ癖が残ってて面白くないと思いましたが、生産型になってから随分改良が急激に進んだようで、まあ一つはタイヤの選定もあったんでしょうが、乗り味よく運動性よく、うまく仕上がった車の一つだろうと思います。で、三菱はお客さんからの苦情隠しで、すっかり信頼感を失ったところへダイムラークライスラーから手を差し伸べられて、それで再生にこぎつけたというようなところですが、そのドイツの息がかかってから初めての生産者がこのコルトです。コルトという名前の復活はおそらく30年以上ぶりだと思いますが、いい名前が残っていたものだと思います。で、車の全体的なデザインの形を見ますと、メルセデスの A クラスとよく似た外観を持っています。もちろん、まあ、作りや出来は別の作りや出来になっていると思いますが、この車に 1.3 リッターと 1.5 リッターのエンジンを乗せまして、今試乗しているのは 1.5 リッターエンジンの乗っているものです。出力も無理をいたしませんで、100馬力にちょっと足りない出力をひねり出していますが、まあ車の目方も軽いもんですから、1馬力あたりで、まあ、10キログラムとちょいという荷重ですから、この車はうまくまとまったもんだと思います。で、この車で一つこうやや違和感、まあ違和感ほどではないんですけど、どうしてだろうなと思うのは、この直進性の自動取り戻しをするのに、これは電動のパワーステアリングを持っているんですが、ちょっとこう粘りついたような印象があって、直進性は確かに取り戻すんですが、この粘りつき感がする、もう少しドライでこうカラッとした感じの方が、この車の性能には似合うと思います。で、この部屋の中も随分広くて、頭の上に拳を乗せて、これが拳がおそらく2つ入る分だけ、空いています。このぐらい広いと随分座高の高い人でも、それから体を曲げにくい、お年になった方でも乗り込みやすいし、乗り降りがしやすくなって、室内の狭さ感を感じさせないというのには、いいだろうと思います。で、乗り味のソフト感も悪くありません。それからこの背の高い車にしては、こう実に、うまく安定させようとしています。まだこれからバネの選び方とダンパーの選び方では、もっと、スポーティーなものも、もっと乗り味の豊かな気持ちのいい車になる可能性も持っています。で、再生三菱の第1号として、なかなかうまくできています。今ゆるい坂道を登っていますが、この自動変速機は三菱自前のもんだと言ってましたけれども、なかなか、こう感触のいい変速機だと思います。それから信号が見えないような窓ガラスの付け方じゃないので、よく信号が見渡せます。したがって広い視界と同時に、安心感があります。ここは上りで約 4% ぐらいの上り道です。で、この無段変速機のいいのは、どんなところへ行ってもトランスミッションがビジーになることがないということです。まあ無段ですから、最もこの車の走行状態、要求される、走行状態に合わせて、変速してしまうので、段がつかないので、そういう点が、この車の気持ちのいいところだと思います。ここからは、こんなに狭くなるんです。
ですからいつでもこの番組では言ってるんですが、国内で使う車をむやみに大きくしないでくれ、特に幅方向で大きくしないでくれというのは、実はこんな道を言うわけです。この車の前幅は1メーター70を下回ってますんで、実にうまい具合に走ることができます。で、エンジンブレーキはどうかと言いますと、DS というドライブの S レンジというのは実はそのスポーツモードなんですが、もう一つ下げますと、エンジンブレーキが効く位置まで自動変速機の大きいドラムに変わるようになっています。でコンクリートのこれは丸い滑り止めがうがってある道路なんですが、ここの乗り味も悪くないですね。よく衝突機を避けて走れるようになっています。でこういう市街地で使うのにはこのぐらいのサイズが一番よろしいと。この小型のしかも高機能というのはぜひぜひこれから必要な車になるんじゃないかというふうに思われます。で三菱は、ビッツ、フィットなどが あるマーケットにこのコルトで乗り込むわけですが、この戦略も悪くはないと思いますし、こうした車は、まあ、アメリカの市場にはあまり必要がないかもしれませんが、ヨーロッパでは受け入れられるのではないかというふうに思います。燃費と騒音の報告です。今回の試乗ではおよそ400キロを走行しましたが、平均燃費は1リッターあたり13キロちょうどでした。そして騒音は高速道路で時速100キロの時に計測した結果、68から69デシベルとなりました。